先日アマゾンで、衝動的に、ポチってしまいました。ファイアボックスとっていうのをですね、火入れ式ですね、初めて使いたいと思います。ですね、こんなふう、いろいろごちゃごちゃいろんなの入れてるんですが、ちなみにこれです。重さはだいたいですね、約ですよ、約1キロ。こんなふうになってましてですね、このファイヤースティックっていうらしいんですが、この2つをですね、外して一緒に廃油系がくっついてるんで、この廃油系をですね、外します。硬いな。こんな感じね。で、これをパタパタと、これで完成と。すごい楽でいいですね。今まで僕が作ってたいろんなアウトドアのウッドストーブありますけど、やっぱり既製品はいいですね。値段は約ですね、いくらするんだろう、何倍違うんだ、20倍ぐらい違いますけど、ちょっと今日は楽しみです。じゃあこれをですね、使っていきたいと思います。ちなみにこの廃油系は、ここにどうだ、こうか、こっちからこうに、これで OK と。こんな感じです。一応これは100均のトレイですけど、これの上に置いてですね、使っていきたいと思います。こんな感じ、言えるかな、OK ですね。ちなみにですね、今日は、車じゃないんで、ちょっと乗っけてきてもらってるんで、これでいっぱい行きたいというふうに思います。さてと、やりますか。ではですね、だいたい火のあれなんて、どんなストーブ使ったって一緒だとは思うんですが、今回はですね、北地を持ってきてないんで、今から探すとめんどくさいんで、ちょっとこんなものを使っていきたいと思います。これもね、ユニフレームのネイチャーストーブみたいにここら辺穴開いてりゃいいんだけどね。こんな感じでですね、これキッチンペーパーですけど、2、3枚ぶっ込んで、こんな感じのやつですね、この辺適当にぶっ込んで、一発でつけばラッキーかなぐらいで、そんな感じでぶっ込みましょう。こんなもんかな。じゃあですね、これ匂い棒、じゃあこれでつけたいと思います。
たして、これね、巻き締めってんな、これシュシュいってら、あ、でもね、すごい一発高いだけある。これはね、今までのストーブの中でやっぱ一番燃えがいい、うん、あっという間ですね。これはいいですね。じゃあ今日はですね、ちょっとあのメインに行く前に、どうしても食いたいものがあるんで、これ MSR のストアウェイポット、これにまあこんな感じで適当にですね、まあ、アルミホイルを敷きます。で、水を入れて、で結局ね、まあ何するかっていうとですね、これまあ宇都宮人なんで、まあ餃子食うのは当たり前なんですけど、まあちょっとですね、餃子を作って食べたいと、まあ作るっていうか、まあ焼くだけなんですけど、まあ、やっていきたいと思います。まあこんな感じでね、まあちょっと茹で気味なんですけど、こんな感じ。あとはですね、蒸すんかな。これは大体5分から10分、まあ様子見てください。ちなみにね、こんな感じです。まあ、完全にまあ焼いてるわけじゃなくて、本当茹でてる。まあこの茹で時間がですね、結構大事なんですね。最終的にはですね、これごま油、焼く前にですね、まあ、ある程度この水気を飛ばしたらですね、ごま油を、まあ、結構僕は多めにかけちゃうんですけど、まあそんな感じでですね、焦げ目をつけていきたいと。ちなみにこんな感じね。これにですね、大事かな、大事ですね、まあ、こんな感じ、まあ、ちょっといつもの倍かかっちゃったんですけど、まあ、これでですね、焼き目をつけると、まあ、これが美味しさの秘訣です。ちなみにですね、ほぼ出来上がり、こんな感じ。あー、いい匂い。それではですね、じゃあこれで、
餃子をですね、食べたいと思います。ではですね、あっち、まあ餃子でビールと、すごいおっさん臭いですけど、まあ実際食ったらこれが一番うまいんで、真っ昼間からですね、ラーメンを食べたいと思うんですが、とりあえずちなみにこれチャルメラの、あんかけラーメン、食ったことないんですが、なんかあのスーパー寄ってきましたらですね、俺を買えと、まあ、いうような主張が一番強かったのがこれだったんで、まあ、思わずじゃあ買おうかということなんですが、とろみ醤油ということで、なんだ、500cc に最初からスープを溶かしちゃって、でお好みの具材を入れて後から麺を入れると、ちょっと変わってますけど、あー、とにかく煮込めということですね。500、こんなもんかな。よいしょ。よっしゃ、これはですね、おお、おお、来た、すげえ軽く、わお、ネギもやし、あ、これもね、最近まあ、野菜が不足してますんで、これをぶっこんじゃいたいと思います。まああとはいいでしょう。肉をどぼ、そう、こんな感じです。だいぶね、まあだいぶしても 2,3 分しか経ってないですけど、おお、いい感じ、いい感じ、いい感じ、で、んーで、おっつつつつ、んで麺を入れると、ドボン、はい、ドボンです、ドボンです。ですね、なんちゅうかできた感じ、こうかな、見えます。ですね、これなんていうの、なんだっけ名前、あんかけラーメン、あんかけラーメン、まああんになってますね、野菜、キャベツ、もやし、人参、まあその他いろいろ、あと卵ね、あと豚バラ、豚こまかな、これ安かったから、食べてみたいと思います。
あちいちでくべてんだバカだよな。うん、卵、あ、いい感じね、こんな感じ、うめ、あ、あら、うま。じゃあですね、まあ、ちょっとケトルでね、お湯でも沸かして、あとでコーヒーでも飲もうかと思います。あっち、燃えるかな、これ。ん？ステーキみたいなやつ。上かな。こうね。こっち側ね。こっち側。よいしょ。うわ、不安定だな、これ。とりあえずこれはこれで、お湯でも、まあ、本体の至る所にですね、まあ、穴が開いてるわけですよ。まあ、こういったもの目的があって開いてるんですけど、まあ、例えば、まあ、ペグとかを突っ込んでですね、まあ、いろんな高さにこう火の床を変えられるってことはですね、まあ、それぞれのクッカーに合わせた使い方ができるってことなんで、まあ、非常にですね、これはいいです、バッチリです、これ、もうぜひおすすめします。ただあんまり皆さんに買われるとですね、なんか希少価値がなくなるんで、もうあなたたちは買わなくて結構ですけど、これはね本当に自慢できる一品だと思います。